こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は、アマゾンへの細かい質問がタブーなわけ。アマゾンへの質問は極力しないと。で、アマゾンに質問する前に私に相談してくださいというのもね、サポートを受けてる会員さんなんかはなぜ、質問しちゃいけないかって細かい説明としてるんでね、割と納得してると思うんですけど。ただ、最近もサポート受け始めたばかりとかね、サポート受けようかなと考えてる人なんかは、なんで Amazon に質問しちゃいけないのってね、質問受けるためにサポート部門があるんじゃないのと思うとこなんでしょうけど、その理由がね、わかりやすく出てる、記事があったんでね、それをご紹介したいと思います。まず、Amazon への質問は3行以内で、3秒で理解できる文章を作って質問する必要があります。結構文章を作るの難しいです。だらだらと状況をね、書き殴ってこうしてくださいとかね、挨拶の文章とか入れてたら、まず読まれないでコピペが返ってくるだけです。そして Amazon への細かい質問はタブー。それぐらい我慢しろよと。あるいは黙って待てよというような質問をね、チクチクしてるとろくなことにならないです。それと、マニュアルやガイドラインに書いてることを確認するのはタブー。これ日本の Amazon ってね、Amazon の中でも特殊なんで、日本の Amazon 使ってる情報発信者、ね、Amazon に念のため確認しましょうみたいなね、私は確認してますみたいなこと書いてる人、ちらちら見ますけど、同じ調子でね、アメリカ Amazon、この質問なんかしたら、あっという間にアカウントなくなります。高い確率で赤バンされます。その理由はね、時間のかかるケースに対応していては、サポーターが解雇されるからです。ちょうど今日ね、この記事を見て、わかりやすい事例だなというのを見たんですけど、まず、ね、Amazon というのは、世界一の大富豪、ジェフ・ベゾスがね、作った会社、超ワンマン、Amazon イコールベゾスみたいな形なんで、ベゾスが設計した通りに Amazon は作られてると。そのペゾスの考え方。従業員の固定は、凡庸への道と、ね。従業員が、移り変わらなかったら、会社が成長しなくなると。そのように、アマゾンで幹部を長年務め、同社倉庫における労務管理の原型を作り上げたデビッド・ニーカークによれば、これがペゾスの信念だったと。ペゾスは、人間は本質的に怠惰だと確信していた、とニーカークは証言する。欲しいもの、必要なものを手に入れるのに最小限のエネルギーで済ませようとするのが人間。これがベゾスの考え方だった。簡単かつ瞬時に注文できる仕組みからデータの幅広い活用に至るまで、こうしたベゾスの信念が Amazon のビジネスの隅々まで埋め込まれている。簡単に買えるというのがね、Amazon の強みであると。ただ、これは購入客にとっては結構なことなんですけど、従業員、あるいは我々ね、Amazon を使って販売する人間、よくよく気をつけないといけないと。こういう、人間はね、ほっとくと、怠けると、ね、もう先入観というか、もうそういうふうに決めつけて、システム、Amazon のシステムは全て作られてるわけですから、その通りに乗っかるようなね、行為をすると、あっという間に退場させられます。赤バンになってる例なんかはよくあるのはね、細かいどうでもいいことを確認したり、明らかに理解力が低いような質問を Amazon に繰り返してしてらね、それに対する対応をしてるよりも、一件完了っていうのはね、もうこの出品者サスペンドしちゃいましょうってやった方がはるかに早いんで、問題に対応するより別件でサスペンドされちゃうというのが多発してます。なぜなら、従業員はね、一件一件にきちんと取り組むような余裕のある精神状態じゃないと。Amazon は1週間に約3%の時給労働者を失っており、これは年間約150%の離職率。なんと、1年後に Amazon に再びまだ勤めてるという人はほぼいないと。ね、長くて1年、通常8ヶ月。そういう人たちがサポートしてるわけですから、Amazon 長くね、使ってもらおうと、ね、いうような丁寧な親切な気持ちでサポートは不可能です。
あるいは逆に、そういうふうにやって時間かけて丁寧に取り組んだ人がいたとすれば、あっという間に解雇されます。Amazon では新型コロナウイルス関連の休職から復職しようとした従業員が誤って解雇されている。ある女性は重症になった夫への傷病手当が停止されパニックに陥った。生産性の低い日が1日あっただけで解雇された従業員もいた。バックオフィスで労務管理業務に関わっていたタンジェロ・パディリャは理由もなく従業員が解雇されるケースをたくさん見てきたと話した。そういった状況は毎日目にした。とパディリャ。作業の手を休めている時間、タイムオフタスクが目立ったので解雇。このね、いつ解雇されちゃうかわかんないと。まあ、ただただ働いてる、いつ解雇されちゃうかわかんないというような状態で、高いストレスをかけられて働いてるわけですから、こんな状況でね、面倒な細かい質問をすることは、ストレスを溜めた従業員が腹いせにあなたのアカウントを削除するリスクが高いということでね、本当に必要のある質問以外は、するのは、やぶへびになる確率が非常に高いです。まあ、そんなわけでね、Amazon への質問はいきなりせずに、必ず私に相談してください。で、質問する際もね、まあ、もうパッと見てわかるね、質問文を作って、読む時間も、ね、3秒で読めるという形にしないとね、そもそも読まれない。長いだらだらわけのわかんないこと書いてくるやつはね、この人ね、ちょっと出品者としてどうだろうというふうに思われかねないんで、まあ、アマゾンへの質問はよくよく慎重にという理由はね、結局従業員が、この高いストレス、いつクビになるかわかんないと、ね、周りでね、時間かかって丁寧に仕事やってる人がクビになってるのを見てる、そういう従業員さんたちがサポートして作業してますんで、アマゾンへの質問が、なぜ私が、これほどね、及び腰か、まあ、それはまあ、しばらく様子を見ましょうと、ね、悪い評価の削除、これ以外は、ほぼ、前向きに質問はしないのは、こんな状況で、働いている人たちがサポートしているからという、前提があります。まあ、もちろん、Amazon への質問はためらってほしいんですけど、まあ、極力しないんですけど、私への質問は、逆に私はね、質問に答えるのが仕事ですし、まあ、どんどんね、めんどくさい質問、ややこしい質問をもらえばもらうほど、サポートのね、質問上がると、ね、他の会員さんの、役立つ案件もどんどん見つかるんで、まあ、どんな細かいことでもご質問ご報告ください。Amazon へは質問をしない。私へはどんどん質問を報告してください。Amazon サポーター、堀秀夫でした。